システム38システム38のコンソールシステム38は IBM が1979年にリリースしたオフィスコンピュータであり AS400 の前身である IBM の技術者フランク・ソルティスがいくつかの革新的機能を考案し実装されているシステム38は1978年に発表され1979年8月に 出荷開始された。システム34の後継であるが、システム36は後から登場した。コード名は、パシフィック。システム38は中止された。フューチャーシステムズプロジェクトから派生したものである。システム38のアドレッシングは48ビットで、当時としては珍しい。また、革新的なデータベース的ストレージ手法を備えている。システム 38のオペレーティングシステムは CPF である。CPF はシステム34やシステム36のオペレーティングシステム SSP とは無関係である。サポートするプログラミング言語としては RPG3、RPG c o b o l Basic、PL、I がある。JCL 相当のスクリプト言語として CL がある。CL はシェルスクリプトに似ているが、 コンパイルでき、実行ファイル化することができる。システム38は当時のハードウェアとしては極めて先進的であった。開発当初、当時としては巨大な OS のオーバーヘッドに悪戦苦闘した。プロジェクトメンバーの一人が内部コード名をパシフィックにしようと提案したこともあった。これはパフォーマンスエイントクリティカル、イフファンクションイズコンプリートの当時後である、数十年後、 かつて考慮に値しないと評された。その同じソフトウェアが企業システム38とその後継シリーズは単一レベル記憶を使った商用では初のシステムである。すべての主記憶装置と磁気ディスク装置などの補助記憶装置が単一の仮想アドレス空間にマッピングされる。システム38以外の多くのコンピュータではディスク上に格納されるデータはファイルという。 論理的単位に分割して格納される。データをあるファイルに追加する場合、そのためのセクターが用意され、そのセクターがいっぱいになると新たなセクターが使われる。システム38ではデータは個別に格納され、システムのどこに置かれても良い。ファイルという概念はなく、OS がストレージ上の全データを管理する。システム38とその後継シリーズは地味によって、 アプリケーションソフトウェアや OS の大部分をハードウェアに依存しない実装にしている。チミは水平マイクロコードによって実現され、ソフトウェアは中間コードにより配布され、インストール時に最適化される。後のジョバベムのような一種の仮想機械であるが、ソフトウェアでインタプリとする仮想機械に比べ、性能を犠牲にしていない。システム38の後継である AS400 は、 途中で CPU を独自リスクからアーキテクチャの異なるリスクのパワーに変更したが、チミの効果でユーザーにはほとんど意識されることはなかった。システム38とその後継シリーズは商用では初めて RDBMS をハードウェアに実装したシステムでもある。外見上は OS の標準機能として RDBMS 機能があるように見えるが、内部的にはハードウェアに 標準で RDBMS が付属しており、極めて高速、高信頼性である。このため、システム38とその後継シリーズは簡単に使用できる本格的 RDBMS システムとして広く使われた。なおマーケティング上の理由で、この RDBMS は AS400 の時代に DB2400、DB24OS。DB 400などと DB にファミリーのブランドとなったが実際にはミドルウェアソフトウェアで実現しているのではなくベース部分はハードウェアの標準機能として実現されているシステム38は商用では珍しいケーパビリティベースとアドレッシングを採用しているなおその手法は AS400 やシステム I といった後継シリーズには受け継がれていない IBM は 約2万台を5年間で販売した。よく売れたシステム34の後継として登場したが、アップグレードには困難が伴った。周辺機器や言語は似ていたものの、実際には細部がかなり異なっていた。このため、IBM はシステム34と互換性のあるシステム36を後から発売することになった。このため、IBM は互換性がなく、 相互にオーバーラップする3種類のプラットフォームを持つことになった。当時 DEC はこれを IBM の弱点と考え一つのアーキテクチャで幅広い製品展開をしようとした。IBM はこれに対抗して小型メインフレーム4300シリーズさらに9370シリーズをリリースしたがあまり成功しなかった。システム38の先進的な機能は AS。 400に受け継がれた AS400 は、その後、ザールス、さらにシステム I と解消され、2008年には、パワーシステムズに統合された。ありがとうございます。